こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは、大河でやっぷんゆ、ダジャダルユ、みんなの日本語の、これですね、中級の2番。これは台湾バージョンですが、日本語や英語のバージョンなんかもね、ありますよね。オリジナルは日本語ですけど、ね、私は今、香港で日本語を教えていますから、台湾バージョンを使っていますが、中のね、コンテンツは同じですから、安心して聞いてくださいね。じゃあ一緒に勉強していきましょう。頑張ろう。ね、中級の11課をやっています。11課のね、台湾バージョンでは124ページ。今日はね、会話です。会話の授業楽しいですよね。少し長い会話ですから、今日は前の半分、前半をやっていきましょう。で、明日のビデオでは後半に、後ろの半分です。ではね、会話ね、読みます。このね、会話ね、1から、5番のね、これね、空欄がありますよね。で、ここは、今は、答えを言わないで読みます。ですから皆さんね、こう、会話を読みながら、どんな答えがいいか、答えは一つじゃありませんね。なんかいろいろな答えがあると思います。なので皆さん自分の答えを考えてみてください。で、後で、私もね、答えは一つじゃなくて、二つとか三つとかね、皆さんに、提案させてもらいたいと思います。じゃあまずはね、読みますね。行きましょう。一緒にシャドーイングしてみてください。3、もう一度聞きましょう。線の部分に言葉を書いてください。土曜日、山田さん宅で。暑くなってきましたね。そうだね。夏休みはどこか行くの？ええ、いろいろ考えてるんですが。1、ありませんか？そうだな。ちょっと遠いけど。2、沖縄ですか。沖縄の海は青くて素晴らしいよ。世界遺産の首里城なんかも見る価値があるし。3、北海道なんかどうかなと思ってたんですが。ああ、北海道もいいね、涼しくて。でも、北海道へ行くなら、やっぱり冬の方がいいな。雪祭りとか流氷とか、北海道らしい景色が見られるし。4、けど北海道も沖縄も高そうですね。パックツアーを。5、個人で行くよりずっと安いですよ。飛行機とホテルが決まっていて、あとは自由行動っていうツアー。個人旅行で行くよりずっと安いですよ。パックツアー？飛行機とホテルが決まっていて、あとは自由行動っていうツアー。そんなのがあるんですか？じゃあ帰りに旅行会社によって調べてみます。はい。皆さん1番から5番、どんな言葉が入ると思いますか？では、一緒にやっていきましょうね。もう一度聞きましょう。暑くなってきましたね。で、これね、見て。これ今ね、今は例えば30度です。ね、今30度です。で、ちょっと前は25度。その前は20度。で、だん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 ね、今になるにつれてだね、暑くなってきます。こう、変化ってね、変化変わります。前は涼しかったです。ちょっと暑くなって、もっと暑くなって、で、今にね、向かってね、こう、だんだん変わりますよね。これね、だんだん変わってきます。暑くなってきました。ね、ゆえらゆえる、ね、it's getting の hotter and hotter、ね、だんだん変わるとき使います。じゃあね、次行きましょう。次はね、夏休みはどこか行くの？これ、この会話ね、カリナさんと山田さん夫婦が話していますけど、カリナさんはです、ます、丁寧形ですね。で、山田さんは、どこか行くの？普通形ですね。ですから、はっきりね、
この3人の関係がよくわかりますね。カリナさんが一番若くてね、で山田さんがあの年上の人ですね。うん、ではね、夏休みはどこかね、これどこへ行きますかじゃなくて、どこか somewhere ね、どこか行くの。でここのね、夏休みはのこのははね、あの時間ね、時間を考えたら、あ、時間だから助詞は2ですよね。夏休み2だよね。でもここでは2じゃなくて和になっています。これは話題だね、新しい話題を言うときに as for だね。で、あのこう、あ、なんだろう、小地って感じかな、小地ね、主じゃね、 talking about summer holiday as for summer vacation ね、どこか行くの、 are you going somewhere、 どこかへ行きますかと聞いています。でこれね、 no だよね、かじゃないね。どうしてかというと、山田さんは今若いカリナさんにね、年下のカリナさんに普通形で話しています。普通形の疑問でね、クエスチョンはかは使うことができません。でのがいいですね、気をつけてね。うん、で次ですね、あ、うん、続きですね。で、いろいろ考えてるんですが、考えてるは考えているでね、いをキャンセルしてカジュアルに考えてるで、うんですが、うんは説明していますね。考えているんですが、でここね、おすすめのところはありませんか、それからどこかいい街でもいいかな、ところでもいいね、どこかいいところ、どこかいい街はありませんか、それからいいアイデアね、あのアイデア、アイディアね、いいアイデアはありませんかと言ってます。多分これ一番上がいいね、おすすめのところはありませんか。あのちなみに、ね、おすすめのところの前にこのどこかがあってもいいかな、どこかおすすめのところ、 somewhere you recommend、 どこかおすすめのところはありませんかでもいいですね。次行きましょう。そうだなーってね、そうだなーって、次行きましょう。これ出しておきましょうね。でね、今のところ、ああ大丈夫大丈夫でこのね、どこかおすすめのところはありませんかと、どこかおすすめのところがありますかですけど、どちらも正しいです。これもこれもいいですが、ネイティブだったらこちら、あの昨日のビデオでも話していましたね、あの相手に あるかどうか聞くときね、あの読めよは、ね、Do you have? というときに、あのこのね、何々ははを使って、それから否定形のね、ネガティブの魔線を使う方が丁寧な、ね、more polite ね、よりまおだ、がんよりまおね、もっと丁寧な言い方ですから、こちらを覚えましょう。あのほとんどのネイティブも、ね、日本人もこちらを使っています。もちろんね、何々がありますかでもダメじゃないです。でもちょっと外国人の日本語の感じですね、ネイティブっぽくないのでこっちがいいです。何々はありませんか。そして山田さん、そうだな、このなーはね、そうだな、ちょっとね、男の人っぽいね、男の人らしい言い方で、そうだな、そうだなでこれ、あのもうちょっとあのニュートラルとか、あともうちょっとフェミニンな女の人らしい感じだと、そうだね、そうだね、ねの方が可愛いですね、そうだね続きいきましょう。ちょっと遠いけど、このちょっとはあのネガティブになってます。だけど、よいでん、ね、あまり良くない感じだよね。ちょっと遠いけど、It's kind of little bit too far ね。ね、そしてね、2番、沖縄なんかどう？山田さんは普通形なので、ですかは入りません。ね、ですかは使わないでね。で、なんかとなんては同じだよね。すごくカジュアル。とかもカジュアルですからバランスがいいですね。沖縄なんかどう？沖縄なんてどう？沖縄とかどう？ここに例を出してるよね。例、ね、リーズね、エグザンプルね。例を出して、例なんかね、something like this place, this kind of place。で、ここでね、なんかなんてとかと、など
だんだん、like のシェマダ、etc. ね、同じ意味ですが、などはフォーマルですから、ここではね、どうというね、普通形にちょっとマッチしません。バランスが悪いですね。ですから、ここはなどは入れない方がいいと思います。でね、続きいきましょう。ね、これ、あ、今日のホワイトボード、ここまでですね。今日ちょっと短いね、10分ちょっとしかない。とね、で沖縄ですか。沖縄の海は青くて素晴らしいよと言っておすすめしていますね。うん、皆さんここでどうですか。山田さんとカリナさんの会話ね、ちょっと皆さんに気がついてほしいことは、今までの前のその日本語の教科書の会話では、だいたい同じレベルの人がね、で例えば会社だからですます丁寧形だとか、友達や家族だからどちらも同じレベルで普通形で話したりしています。ただこの例のように、友達だけど一人がずっと年上で一人がまだずっと若い人だと、ここにやっぱり上下関係、上と下だよね、上下関係ができるので、年上の方の人は普通形で話すけど、年下の人は尊敬よね、敬語を使ったり丁寧形で話したりしますね。なんで同じ人でも相手によってね、上の人にいるときは敬語を使ったり丁寧形使ったり、自分よりも下の人だと思ってたらそこに普通形を話したりするよね。こういうのね、結構ね大事にしてほしいと思います。気をつけてね、会話の時ねやってみてください。で続きですね、続きはちょっと次のビデオで紹介したいと思うので、今日の勉強ここまでにしましょう。クラスだけね、勉強だけしたい人はここで終わってください。よかったらLikeしておいてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。でまだねちょっと時間があって、私 のおしゃべりに付き合ってくれる人がいたらちょっとおしゃべりしましょうか。ちょっと今日はね時間がたくさんあるから、ちょうど日本のテレビ、日本テレビじゃなくてもいいか、LINE とかね、いろんなニュースを見ている人は知っているかもしれないんですけど、ちょうどね今週ね日本で大雪が降りました。大雪、大きい雪でね、たくさん、ね、でそれでね、もともと私は山形県の方に、山形ってね分かりますか、山は山ね、マウンテンの山で、型はね手形とか竹形とかのさ、フォームの形ね、形容詞の形、山形県にの母と一緒に温泉に行くつもりで、奈良から京都に行って、京都から金沢は、かなはのお金の金ね、に沢はね、たくさんのたくっていう字かな、でそこにね行って、で金沢から新幹線で、それでずっともっと北の方にね行く予定だったんですけど、急にね雪がねたくさん降って、それ以上ね先に行くことができなくなって、でね金沢をねちょっと旅行してきました。ちょうど3年くらい前に一度ね行ったことがあるんですけど、私はね金沢はね本当に素敵なところだと思います。何がすごいかというと、京都や東京と同じようにそうね、素晴らしい文化があるところ でどんな文化があるかというと、例えばね金、ゴールドね、金を薄く伸ばすのね、金箔というんですけど、見たことある、ゴールデンペーパーね、本当の金です。でその金をこうね叩いて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 、こういう金がねこんなねシートになるのね。でそれを今はアイスクリームにつけたりとかねするんですけど、昔の人はこれを例えばお味噌汁を飲む、ね、味噌スープね、お味噌汁を飲むお椀、ボールだよね、お椀にこうつけて飾りにしたりとかねしていました。でその技術がすごく高い。あと他にはね、今のそのお味噌汁とかのボールとかお皿とかね木なんですけど、で木で作ったものをこうなんかこうカービングするね、掘る技術がすごく高かったり、あと螺鈿といってこう木のものにちょっと掘って、そこにね貝、とても綺麗なキラキラしたね貝をそこに、貝ってシェルフィッシュのシェルね、貝をねそこにちっちゃいのを入れてキラキラした飾りを作ったりとか、あとは着物かな、
日本のこの私が大好きな着物の、あのね、加賀友禅というタイプね、特別なタイプの着物とか、あとは建物かな、なんかね、建築ねとか、もうね、素晴らしいものがね、本当にいろいろあるんですね。昔金沢には素晴らしい前田さんっていうね、あの 前後ろの前に田んぼの田ね、あの前田さんというね家族がいてね、でその人たちがの多分とても頭がいい人たちだったと思います。でそれだとプライドもあって、京都やその今は東京ですけど昔は江戸と言いましたね、江戸や京都に負けないような素晴らしい街を作るためにいろいろ頑張って努力してね、あの素晴らしいところを作ったんですね。であのもうね、本当にね、綺麗なものが多いです。皆さん綺麗なものが好きですか？美しいものね、あの服とか食べ物とか、あの毎日の生活で使うようなものとか、 あとはなんだ、建物の、ね、いろんな庭とかね、本当に素敵なものがたくさんあるので、綺麗なものが好きな人はぜひね、京都からだと、私が言ったように京都からはね、あのサンダーバードっていうんだけど、サンダーバードっていう電車で JR で2時間ぐらいですね。それから、東京からも、新幹線で、東京からは新幹線で、だいたい1時間半ぐらい、そんなに遠くないと思うんです。だからあのよかったらね、日本に来た時ぜひ京都や東京に行く機会があった、名古屋からも行くことができます。名古屋からも多分電車で2時間半ぐらいかな。ちょっとね、名古屋からはあの距離はそんなに遠くないんだけれど、の電車はゆっくりなんですね。だからちょっと時間がかかると思うんですけど、素晴らしいところなので本当におすすめです。金沢行ってみてください。じゃあね、今日のビデオをここまでにします。あの金沢のビデオはのもう少しね、後でね、あのアップロードさせてもらいます。今私あの北海道、もう北海道から帰ってきたんですけど、北海道のビデオをね、いろいろアップロードさせてもらっているので、北海道のシリーズが終わった後でね、金沢もアップしたいと思います。よかったらね、あの勉強と勉強の間にちょっとリラックスタイムに、なんか私はビデオ下手なんですけどおしゃべりもそんな上手じゃないか、ちょっと恥ずかしいんですけど、ただあのまああのなんか日本、なんかずっとね20年以上外国に住んでる日本人が久しぶりに日本に帰ってきて、見てなんか日本の素晴らしいところをなんか見てね、で感動したりとか、なんかこうすごい幸せを感じているような、そういう瞬間をねビデオに撮っているので、よかったらね皆さんとも同じような気持ちになるんじゃないかな。なんかね、よかったらあのシェアしてね、あのそれを一緒に見てくれると嬉しいです。ではね、また明日一緒に日本語を勉強しましょう。ここまで見てくれた人、ライクしてくれると嬉しいです。ピッとお願いします。じゃあまた明日ね。お疲れ様。バイバイ。バイ。